話がある。なんだ。ウーマを連れて行きたい。男爵の許可が必要だな。ただいらっしゃらない。許可は求めていない。もしお前が止めたければそうすればいい。だがもちろん命はないものと思え。そんな脅しが効くと思うか。後悔することになるぞ。分かった。奴に命を懸けるほどの価値はない。世話係に会え。喜んで引き渡すはずだ。あの化け物は大ぐらいだからな。感謝する。お前も昨日は飲みすぎたみたいだな。迎え酒がいる。ウォッカはないか。ウーマを連れて行く。なんだって。アーダル兵士長の許可はある。連れ帰ってこいよ。そいつがいないとつまらなくなる。他に何か見つけるんだな。カエルを捕まえてケツに藁でも刺して遊ぶのはどうだ。ウィッチャーはそうやって遊ぶのか。少し違うやり方をするな。お前で試したくはない。さあ扉を開け。おい、お前。あれはローチだ。ケイヤモルヘンに行く。さあ、来い。なんだ。もういいだろう。行くぞ。ニルフガードの騎兵隊のお出ましか。何の用だ。陛下は貴様にご不満だ。では別の誰かに頼め。陛下のお言葉は常に命令だ。我々とビジマまで来るんだ。本気か。試すのはやめておけ。わかった。案内しろ。そして第三師団は西から侵入し、バングリーンを制圧する。恐れながら皇帝陛下、諜報員の報告ではバングリーンの守備隊はほぼ全員が傭兵とのことです。では買収か。兵を一人も死なせずに済むかと。そして時間の無駄もない。やから命令を出せ。その後執行する。仰せのままに。直ちに。皇帝陛下、イエネファー。挨拶を交わすために来させたのではない。報告しろ。礼儀は無用と。それはいい。俺はあんたの兵士でも犬でもない。だからあんたに命令される筋合いはない。衛兵に命令した方がいいか。周りを見ろ。合図一つで済む。ゲラルト、報告しろ。シリの、この男がシリ捜索の手がかりだ。要は確実な糸口を与えたはずだ。
諜報員と宮廷魔術師の力添えもあった。それなのに貴様は我が娘の代わりにこの怪物を連れてきたというのか。何か言い分があるはずだ。星草の中で針を探すような任務でね。今この瞬間にも困難な仕事だと思う。それが何だ。よく聞け。世はこれまで地上で最も広大な半島を治めてきた。うちからは商業協会は貴族に命を狙われ、外では北方との戦を指揮し数千の兵を率いてきた。仕事の難しさで同情してもらえるなどと思うな。俺は手がかりを追ってみた。シリはまずスケリッジに現れたエルフの魔術師とな。イエネファーが詳しい。ワイルドハントに捕捉され、二人はベレンへ逃げることになったようです。そこで二人は別れた。シリはしばらく漁師と過ごしたようだ。自称男爵の進化は把握している。男爵の助けでシリはノビグラドへたどり着き、そこで暗黒街の連中といざこざを起こした。そしてスケリッジに戻りエルフと合流したようだ。そしてまたワイルドハントと出くわしました。シリとエルフは船で海へ逃げ、翌日船が岸に戻った時乗っていたのは彼だけでした。ほぼ価値のない情報だな。少なくとも多忙ではあったようだが。この怪物こそあんたの娘かもしれない。これは呪いの産物だ。正体は別の誰かだ。呪いを解けるか。徹底的に調査を行いました。ですがこれを解くには呪いをかけた時の言葉が必要かと。バフェイル・エレイン、ケドミル・フォリエ、グライディブ・ドルネ・エプテナイド、ブンドロー・イスネ・イアチュス。ダンデリオンに教わった。シリから聞いたそうだ。ようやく嬉しい驚きをくれたか。レディ・エネファ、質問の答えがまだだ。はい、おそらく可能かと。でも詳細には興味がない。ゲラルト、成果を上げたとは言い難いが、それでも世の無能な諜報員どもよりは大きな成果だ。約束の半分の報酬を授けよう。残りはシリを連れてきた時だ。わかった。今回はここまでとしよう。下がってよい。お得意の痛烈な皮肉はどこかに隠してたのか。さっきの君は校長室に呼び出されたアレトゥーザの学生みたいに従順だったぞ。誇りに身を任せていい時と耐えるべき時が分かっているだけよ。他の誰かさんとは違ってね。なら俺に牙を剥くのは俺がウィッチャー風情だからか。だがな、ゲラルト、本当にやり合いたいの？喧嘩は別の時に別の場所でできるわ。壁に耳のない場所でね。それでウーマの呪いを解くには？ケイアモルヘンに連れて行くわ。あなたとウーマとローチを一度に瞬間移動できないのだから。馬で行く。瞬間移動は昔から苦手でね。気をつけてね。待て。ほら、君が保管する方が良さそうだ。ええ、もう行くわ。大丈夫だろう、チーム。砦のそばなのにフォークテイルだ。駆除をサボってる奴がいるな。おお、来た。
誰かと思えば久しぶりじゃないか。まったくだ。それで旅はどうだった？穏やかだった。フォークテイルが頭上をかすめた時、乗客が少し驚いたがな。こいつはなんだ、目や耳、鼻が変形しとる。それに裂けた唇、こいつは一体。よしよし、落ち着け。イエネファーが言う通り、可愛くはない生き物だ。そっちもなかなかの様子だ。なぜそんなに汚れている？ん？ああ、これか。モルタル用に石灰を混ぜていたんだ。崩れる前に壁を修理しないと。一人では大仕事だ。ランバートとエスケルはどうした？手伝う気はないのか？いや、あいつらはイエネファーに力を貸している。イエネファーは来たか？来てるぞ。何かあったって顔だな。ゲラルト、彼女は何と表現するべきか。自立していて意志の強い女性なのはわかる。だが礼儀を学んだ方がいい。挨拶すらなかった。瞬間移動してきて呪いを解かなくちゃ。これをしてあれもして、だからエスケルとランバートを借りるわとさ。それから客まで模様替えを始め、バルコニーからベッドを放り出した。いいベッドだったのに残念だな。だろう。貸しの枠にダウンのマットレス、トリスが気に入って。ああ、なるほどな。それか貸しの家具が嫌いかのどちらかだ。イエネファーの計画は？知らん。説明はなしか？呪いを解くために何が必要かは言っていた。どう使うかではなくてな。わしらの質問は無視だ。何か企んでいるな。わしもそう思う。他のみんなは？エスケルはフォークテイル狩りだ。小さいうちに数を減らしておきたいし、イエネファーはそいつの内臓を必要としている。まあいわゆる一石二鳥だ。ランバートはまだ城にいる。エレメントの力で銃を強化するために山に入る準備をしてる。それでイエネファーは？メガスコープを組み立ててる。キーキーなる機械を持って走り回り、何かを探して力を貸してほしかったようだが、年寄りには無理でな。俺が来たことを伝えたい。そうだろう。だが首に腕を回して抱きついてくれるとは思うなよ。